今回のゲストは大幸薬品株式会社代表取締役社長の柴田隆さんです。よろしくお願いします。柴田さん、どうも。どうも、こんばんは。ご無沙汰でございまして、この番組の準レギュラーのお一人で3回も出させていただいて本当にありがとうございます。来るたびにセイロガンとクレベリンの種類が広がってるんですけども、今日もまた ね、いっぱい出て、しかもなんか新しいスプレーと、それから、パワーセーバーでしたっけ。はい、合ってる名前、合ってる、パワーセーバー、はい、その胸に刺してるやつですよ ね、 ちょっと新製品のご紹介も気になる。はい、はい、たくさん紹介していただいて、光るらしいよパワーセーバーは。わかるらしいですね。ねえ、そのあたりもお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。